源氏物語巨祭とは、古経図に分類される、源氏物語経図の一つ。本書は、源氏物語巨祭という得意な表題を持っており、内容も他に例を見ない点を多く持つ源氏物語、古経図の一つとされている。室町時代末期の書者と見られる、東園文庫旧像、原点理大学天理図書館所像の巻、本一巻からなる写本が、唯一の伝本として知られている。 同社本は池田機関のものとなり、池田によって、源氏物語固形図の一つとして、簡単に紹介されたが、池田は、源氏物語体制研究資料編において、著者の関係に入った固形図で、す、森像くらいのことに触れているのは、消化本、大島本、伝実集筆本の三本に過ぎないと述べており、本書に、寿司関連の記述が存在することに気づいていない。 結局本書は、天理図書館所像となった後に、時は和子によって詳細な調査が行われ、そこで初めて寿司関係の記述を含め得意な点を、数多く持つ、固形図であることが、明らかにされた。人物故障などの点で固形図としては抜粒に位置する、天文本に近い呼び名が採用されていることも多く、その中には神経図であるサネタカ本とも共通する。 故障も含まれているという時代的に新しい性格を持つ一方で、鎌倉時代初期以降に五十四条かならる、源氏物語からは、次第に外されていったと見られるスマモル巻き関連の人物の記述も少なからずもつっているという、アイムチュンする独自の特徴を持っている。本書は、姉が工事元綱の作とされている。同人は、室町時代中期の公家であり、源氏物語系図のいわゆる、 サネタカ本を作り上げた、三条西サネタカと同時代の人物である。三条西サネタカの日記、サネタカ後期の文明17年3月7日の上には、影、雨降り、朝間、姉が孔次来、源氏経図借与の、との記述があり、姉が孔次元綱と三条西サネタカとの間で、源氏物語経図の大釈があったことが記録されている。系府の前に、 源氏物語の成立事情について述べた、源氏物語の起こりが記されている。続いて、経符部分がある。経符部分は、選定から始まっており、この経符部分が、選定から始まる形態は、神宮文庫本庫系図などには見られるものの、少数派の記述であると言える。経符部分の終わりは、大臣と六条宮こ所の父子のみの経符である。 系譜部分に収録されている人物の数は総計で189人である。系譜部分に続く、不入系図の部分が、系図にいらさる天の分、僧の分、男分、女房の分と分かれて、総計136人の人物が記されている。奥書き、抜分、式語の類はない。本書は、寿司関係の記述を持つ、固形図の一つである。以下のような点が、 寿司関係の記述を持った古経図の中でも昇華本とは異なっており、源氏経図象協や国文献本と共通している。ホタル兵部境遇の子である源残美の子の男子について昇華本のか多くの古経図で頭中条としている中でこの源氏物語巨祭では単に中条としている。このように本書と同様に寿司関係の記述を持つ古経図である。 昭和本庫経図と比較すると異なる内容の記述を持ちながら相互に矛盾する記述はほとんどない。これは昭和本庫経図と現氏物語巨彩とが同じ記述を持ったスマモル巻を元にしてそれぞれ別々に経図を作成していったためではないかと考えられている。その一方で人物間の血縁関係をすべて文章で記述している独特な形式を持った。 古系図である、源氏系図象教と、この源氏物語巨祭とは、すまるその他に関して内容面での共通する記述が、多い。その他の特徴として、宇治の中の君を、中の君、玉かずらを、玉かずら正治、明石入道を、入道、ハリマ守ると呼んでおり、人物表記が、天文本や学習院大学造本といった、古系図としては抜粒に位置する書本やサネタ本、 以降の神経図と共通するものが多く見られるといった点が挙げられる。経符部分に収録されている人物の数は189人である。この経符部分に収録されている人物の数を様々な固形図について調べ、人数順に並べてみると以下のようになる。この人数を時は和子が唱えた経図に収録されている経符部分の人数が少ないほど古く、 原型に近いものであるとする法則に当てはめると、この源氏物語巨彩は、消化本よりは少ないものの鶴見大学本に近いかなり増補されたものであるということができる。ありがとうございます。